YouTube でちょっと面白いナイフを見かけたので、まあそれをきっかけにして、ちょっと後日談アップデート載っておきたいなと思っていたガーバーのピクシーについての、まあその後のお話ちょっとしておこうと思います。まあどのナイフを YouTube でたまたま見かけたかというと、サバイバル系女性、アイドル YouTuber でしたっけ、というカホナンさんという方が、自分用にまあ作って、公にも、9ヶ月前にどうやら販売していたらしい、ナイフということになって、まあその時のスクショ今まあ載っけておきますけれど、まあかなりコンパクトになっていて、しかもインテグラルになっているのに、なんと 80g ということで、インテグラルとは思えない軽さであり、で、ブレード鋼材自体が、もう選んで思いっきり錆びにくい鋼材を選定したということで、まあ海沿いのところで8日間過ごしていても錆びなかったということで、これは素晴らしいパフォーマンスだなぁと。まあ切れ味や研ぎやすさ、あとホローグラインドだったということを含めて、まあアップデートとか後日談とかは欲しいと思いますが、形状を含めてすごく、まあ、ソリッドなデザインだったなということで、まあ、印象に残りました。まあ、これまでのカホナンさん作られてきたナイフっていうのは、やっぱり、キャンプブーム、コロナの後のキャンプブームがきっかけで出てこられた方だし、まあ、キャンプ場向きみたいなところから始められた関係で、結構でかい、しかも、全長、ブレード長、6インチか7インチか、僕にとってはややそのサイズ感にするには半端にちっちゃすぎるか、普段使いに大きすぎるサイズみたいな、しかも結構分厚めのものというものを、まあ著名カスタムナイフメーカーさんとか、を介して、出されていたケースがほとんどだったので、そしてまあこのインテグラルのナイフ、それを見かける以前に、マトリックス相田さんかなが出されていた、まあコロナの最中の、まあナイフコンテストみたいな催しの中で出品されていたものが、にまさにそのようなナイフがあって、インテグラル構造の、しかもその時とどめ刺し専用みたいな、もうごっついもので、そういう時に錆とかでもう手入れがしづらくなるのもめんどくさいということも含めて、こういう形にしたということものが、まあ出品されていて、それも印象に残っていたということもあるんですが、それと同じ型が、作られていた。で、今回のものの一個前にもその型が作られているんですけど、やっぱその時はブレードがやっぱり大きかったり、全体的に大ぶりで、そうなってしまうと重量の問題、まあ全部鉄になっちゃう。もう重量を軽減するため、その他の目的も含めて大きい穴をハンドルに開けてあって、例えば、出てくるはずだ。原型はこれなんですけどね。スパイダルコの直営。まあこういう風にまあホールが開いていて、まあ軽量化とか、あるいは元々は紐を通すためのデザインだったんですけれど、まあこういう形でハンドルの穴を開けている。これをさらにインテグラルに返してこの穴を開けまくり、そして軽量化をして、まあハンドルのグリップ部分を削り込んで、まあこれもカスタムナイフを始めたての人みたいなのをよくやるベルトグラインダーを使って、まあ、ハンドルを削っていって、なんかかっこよくするみたいなスタイルの、まあ、流用なんですけれど、それ含めて、まあ、そういうスタイルにしたとしても、中型ナイフ、分厚めのナイフになってしまうと、そのインテグ、そういった穴開けとか削り込みをして軽量化をしたとしても、やっぱり重量、最低重量を、落とせない、あとは重量が重くなっていくことを、このグリップの大きさ、太さ、形状の割にちっちゃくしていくことができないという意味で、アシュラナイブスさんだったかな、まあ中量ナイフの場合はちょっと限界があると思っていたんです。でも今回のカホナンさんのナイフの場合は、まあブレード長82mm、全長 182mm だったかな、まあそんな感じのサイズ感でもって、重量が 80g だった。
決してむ、あの、このサイズの、シースナイフとして、そのコンパクトなものとして、むちゃくちゃ軽いというわけではないのです。しかし、インテグラルというところからすると、わけがわからないくらい軽くなっていて、これは、僕が以前、関刃物鍛冶工場さんに作っていただいた、このナイフと、このミニヤクートと相当近似したサイズと重量になります。これはブレード、75ミリ、そして全長が、確か180じゃなくて190だったかな、190だったか、まあそのくらいで、なので、まあ、かなり、サイズと重さ、長さが似ていて、なおかつこれは、ブレードの厚さ2.5あるいは3よりはちっちゃいみたいな、一番根元の部分がそのくらいの厚さ、ブレードが75、そして、ここのタングの部分は、切り出しみたいに、ブレード側がやや浅く、そして手元側に近づくにつれて、ややこうやって薄くなっていくみたいな形状で、鍛冶屋さんにタングを含めたブレードの刀身を作っていただいて、その上で、なんだったっけな、まあ、バーラップ、麻布みたいなものを、と、さらにカシューだったから、カシューで、まあ、貼り付けてっていう、こういう薄いちっちゃいハンドルをつけた状態の、この80ミリ、80グラムのナイフと重量的に同じということになる。インテグラルなのに、これは、錆びにくさ、そして手入れのしやすさという意味で、本当に、まあ、素晴らしいと思います。インテグラルのナイフというのには、まあ、錆びづらくなるとか、形状が簡単になるとかいうメリットがあって、まあ、それを一番極端にしたものは、確か、もうコールドスチールのトラウトバードだと思うんです。本当に小指のリングしかなく、残りの、ハンドル部分はただの棒であり、その先にブレードがちょっとついている。なので、小指でグリップして、この棒の部分を持って、そしてちっちゃい細工を擦ってやるという意味で、そうなってしまうと、もう手入れするところがないから非常に気楽である。ブレードもおそらく、スイスアーミーナイフと似たような鋼材だから、錆びにも強いし、研ぎ直すことも簡単というわけで、そうなると本当に軽くてコンパクトで使いやすくてという意味で、インテグラルのただの素のものっていうのは、まあ、それこそキャンプナイフのブームみたいな時に出てきた、ただの工程の手抜きとかハンドル形状を考えないことにしたみたいな類のスケルトンとか言われていた、まあ、ものたちよりは、秀逸な使い方があったわけだし、さらに言うと、実はそういうスケルトン的なものが便利だっていうジャンルが、言われていたジャンルをもう一つ思い出すものがあって、それは、バリソン、バタフライナイフです。あれも実は釣りに使いやすい、そして中空だし、水洗いジャバってすぐにできるし、普通の折りたたみナイフみたいな場合に比べて、これでいいかな。よいしょ。こういう溝がない。そこを、綿棒とかでほじほじしなくていいし、まあ、ライナーロック以降、ここの背後のロックバーみたいなものはなくなったけれど、そういう内側の掃除とかをやったりする必要がない、水が溜まったり油が溜まったり汚れがだんだん溜まっていくところがないという意味で、バタフライ意外と使えるよという意見があったりしたのを以前見かけていたので、まあ、そういうところから、まあ、スケルトンではない、実はスケルトンじゃない、インテグラルで形状を80に持ってきたっていうのは、まあ、素晴らしいと、まあ、思ったということです。で、もっで、まあ、カフナーさんのそういう変遷として、まあ、今のところおそらく最新型の、フィフスバージョンとして5本目のご自分のナイフとしてそういうものを出されてきた、それまでが結構大型だった、あるいはちょっと分厚めだったというところから、そちらに変遷したことには意味があると個人的には思っていて、まあ、何かというと、まあ、もちろんのこと、薪割りができるとか、火起こしができるとか、そのための、まあ、軽いエラ落としとかができるとかいうことの、まあ、キャンプナイフ的な、用途として最初に使い方が出てくること自体は何の問題もないと思うんです。まあ、例えば、まあ、その時にこういう、5インチとかのものとかだと、まあ、普段使いの常識的な範囲の、ただ自分用のちっちゃい火起こしをするサイズなら、
これでサイズ的には十分だと思うし、これができる範囲。うわ。あ、失礼しました。頭上から物が落ちてきました。この範囲の太さの直径のものをバトニングで落とすということならば、この長さ、ブレードのストレート部分がある幅よりも随分短めのマージンがある程度のこのくらいの、枝みたいなものをパンって落とす部分なる限りである限り、このブレードのポイント近くの、スパインの厚さ、うまく映りませんね。光的にこうすればいいのかな。まだ、比較的このように、そんなにブレードあたりの、先端部分が、グラインドで、なんでしたっけ、テーパーで削り落とされていない関係で、この先端部分を、よいしょ。こういったバトンでコンとやるときに比較的ぶっとい部分に当たりやすいという意味で、こういうサイズでもいいのですけれど、でもカホナさん作られていたのはそれよりも、あるいは依頼して作っていただいたもの、それよりちょっと、長めのサイズだった、具体的にどれくらいのサイズだったかは忘れましたが、15よりちょいあるくらいのサイズ感だったと思います。僕も個人的にずっと長いこと使ってるのはこの7インチのナイフということで、長いものあった方がいいとは思うんですけれど、個人的にはキャンプナイフ的な感じで使う場合、あるいは、キャンプといっても、枝をパーン、あ、何でしたっけ、バトニングでしたっけ、あの用途は、人工的にその環境を造成してもらわないと、その環境を自分で一からフィールドで作るのはとてつもなく厄介だし、その過程で絶対ノコギリいるので、そういう時にフィールドで持っていく一定以上の長さのナイフっていうのは枝落としできることが大事だと自分は思っているんです。そこからするとこういうサイズ、僕にとってはこの手の大きさも相まって、6インチというより7インチ欲しいな。で、そんなにクソ重くなくていいから、むしろ軽めの方がいいので、このくらいのサイズが欲しいな。それ以上のぶっといものとかをやる場合は別途のこぎりを持っていくし、何でしたっけ、それよりももっと大きいナタとかもっと大きいのこぎりを持っていけばいいということで、これが確か 280g くらいだったかなというわけで、そういうところからすると最初に出てきたカホさんのナイフというのは結構重くなって、サイズ的に僕的なの好みで言えば、決して、十分な長さでなく、かつ、形状についてもちょっとこういう癖のないハンドル形状に比べれば、グリップのパターンを少し選ぶもので、かつ長さが足りない、微妙で、さらに、ブレード、グリップの形状が狭められ、形状がある程度制限されている割には重量がかさんでしまうということで、正直あまり魅力を覚えていなかったというのがあります。それがだんだんとサイズ的にちっちゃくなるか、コンパクトになるか、あるいは巻き割りができるということを、もちろんできることは重要だし、その時は別途持っていけばいいというわけで、そのためのナイフがあってもいいとは思うんですが、それと日頃使う、そういう魚をさば、よく魚とかをさばかれている方だったと思うので、そういう用途のために使うものということで、アシュラナイブスさんに、オファーをしたり、その時の最初に出てきた比較的大きいナイフも、魚をさばくみたいなところに、徐々に力点が移っていったような気配があったので、この傾向は面白いなと思っていたんです。で、なぜ軽くコンパクトにちっちゃくなっていくことがいい感じだなと思ったかというと、ずいぶん前に、コリン・フレッチャーっていう方の UFO 大全の一節を、引用されていた本を大昔に見ていて、さらにずいぶん前に、買った、UFO 大全そのまんまみたいなものを今パラパラ開いてみたら、そのページが、思いっきり出てきたんですね。一応、コリン・フレッチャーの UFO 大全、どこだこれ、ヤマケ文庫の、文庫版62ページ、63ページで、この人バックパッカーなんですけれど、それも大昔の、
おっしゃっていて、いわく、プランの段階で最も重きを置いて考えなければならないのは重量の問題であるとおっしゃっていて、どれほど強調しすぎてもしすぎることはないというくらいの感じで、この一番下、このあたり、うまくフォーカスすればいいんですけれど、わざわざ段落を置いて大文字にしてバカでかく表記しての問題であるというふうにし続けていらっしゃいます。で、その際のルールは簡単である。1、必要だと思ったものは持っていくこと。2、あらゆる用具の重さをギリギリまでそぎ落とすことということで、まあそうなるとナイフっていうのはごつくてでかくて分厚くて目立ってかっこいいということが要件なのではなくて、まあある、スタイルとか要件とかずっと使ってずっとそれを、と一緒に、いなければいけないという時に、必要になる要件がやや変わってくるということです。要件を果たせてなるべく一番軽いもの、でも壊れられては困るから、そういう意味でバキッと来られたものは失格。しかし軽くしなければいけない、軽ければ軽いほどいいというところからするとだんだんちっちゃくなって軽くなってみたいなプロセスを、まあ、このコリフレッチャーさんのみならず他の方もだんだんとじわじわそういうふうな経過をとっていくようなところがありまして、まあ、そこからすると何というか魚をさばく用途のためにもうどこへ行っても使えて錆びず使いやすいまま、でもこのサイズ感は欲しい、でもブレードこんなに分厚かったり長かったり、こんな巻き割りをできたりする必要はない。自分のアクティビティとしてやりたいことは、釣りとかが結構好きなジャンルに属していて、それをやる上で、スッとさばけることが重要で、そういうことができるナイフが1本欲しい。巻き割りとか、まあ、焚き火してお魚焼くみたいなことがあるかもしれないけれど、それは別に用意しておいても構わず、というか、現に、まあ、カフナさんのそのちっちゃい、ナイフを出した動画で、もともと出していた、それよりちょっと一回り大きい動画と、まあ、言うなれば、よいしょ。こんな感じでペアリングするみたいなこともできるよみたいなことがおっしゃられていて、まあそういうことも意識されてると思うんですけれど、言うなればこんなバカでかいものがメインとかいう考え方はおかしくて、あるいは一本で全て片付くという考え方が直ちに全部に当てはまるものではなくて、こういうちっちゃい小回りの利く普段使いでこんなサイズのものを、使うにも及ばない、こんなもので割り箸削ってこんなことをするためにこんなでかいものを動かしてるのか、エネルギーの無駄だというわけで、ちっちゃいものがあっていい、そしてそれでかなりの要件が済むという意味で、そういうものをカホナさんが出してこられるようになってきたということがすごく、まあ、よかっ見ていて良かったなと思ったところだったんです。で、まあ、それでも、まあ、ご本人のそういう日頃使う自分のつ、あの、アクティビティにおいて、使いやすい形と形状においての最低値、最適解のみたいなものを出された結果、80g、ブレード82ミリに収まったというわけで、あれ、鱗取りまであって、すっげえやりやすそうなんですよね。やっぱこういうものだと、まあ、ここが、角立っていても、まあ、めんどくさかったり、タイとかだと、もう別のものを使いたくなったりもするので、そういう意味ですごく工夫されているなと思ったのですが、なので、この件について、カホナさんは自分のしたいことを自分のために追求されたということで良かったなと思った後で、でもちょっと、このサイズで 80g、すごくいいし、自分も似たようなものを作っていただいたことがあるから好感は持てるけれど、例えばバックパックみたいな用途においてもっとちっちゃいものあっていいんじゃないかな、つうかこれ出なくてもいいよなというふうにも思って、まあその根拠がやっと20分近くなってなりますが、まあこのピクシーだったということになります。まあ魚を切る、研ぐ機会が多いから、アクティビティの範囲内で日頃使う一番ちっちゃいコンパクトな、もうそれこそジャケットのポチケットにぶち込んでおけるサイズみたいな形に、最もたくさん使うナイフがそちらに収れんしていったみたいな感じで、僕もこのピクシー君、日頃山に行かなくなって随分経ちますし、あまり、まあ、ナタを使ったりする機会も、激減していて、その意味では、何とも言えない部分はあるんですけれど、まあ、それ以外の普段の用途でおいて、ナイフ、刃物を、何かの対象物、食料を含むということに使う
場面においてほとんどこれになってきてしまっています、最近。これが本体重量20なのでバカ軽いです。でもってブレードが1ミリかそれ以下なので、まあむちゃくちゃ薄いので、例えば木を削るとか、何でしたっけ、まあ骨を切るとかいうことにはもちろん向いていないし、そんなに反らない方、薄さの割には反らず、これはビクトリノックスのパーリングナイフみたいなものよりはるかにたわみづらいですけど、こういうふうにたわむし、まあ、研ぐときにこのたわみでもってブレードのエッジの角度が、研ぎ角度が変わらないように気をつけたりする必要があるくらいペラペラのものではあるんですけれど、これでナイフとして使う場面が発生したときのほとんどの用途が終わってしまいます。まあ、今まで、まあ、こういうちっちゃいポケットナイフとして、まあ、こういう、まあ、ミニ焼くと、ガチャさんに作っていただいたりして、魚がさばけるようになった、すっげえ嬉しいとか、ひげが剃れるぜ、百歩とか、ちょっと研ぎ直すだけですぐに切れるようになる、うわ SK85 アナドレナみたいな感じで、今もこれは楽しく使っているんですけれど、まあ、日頃の雑用の必要が発生した時に、まあ、まず最初に手が届くところに置いてあるのがこのピクシーで、もうこれでほとんど済んでしまっているので、大抵のことはこれでいいし、例えば、まあ、旅行とか行くとき、それもまあ、飛行機とかじゃ無理だし、いろいろ制限があるけれど、そういうことを、想像してみたときに、これでほとんど済むだろうなみたいな実感はあります。まあ、刃物として残り持っていくとしたら、ノコギリは必要ないから、ビクトリノックスのファーマーも必要ないわけで、あるいは、ビクトリノックスのサックの中の、ハサミ機能が欲しければスイスカード持っていけばいいというわけで、まあ、そのくらいで片付く上に、さらに、テーブルウェアとしてこういうチタンの、なんだったっけ、まあ、こういうものがあれば大体のことは、まあ、終わってしまうわけです。で、この総重量みたいなもの、これプラス例えばスイスカードで持って、極端に言うと、この 100g 以上ある、120はなかったけれど 110g くらいありそうな、これよりも軽くなってしまうんですね。これが、まあ、軽いこと、ちっちゃいこと、ちっちゃくなること、手軽に使えるようになること、ちっこいものがいつもあって、その時に用途を達してくれること、ということのとてつもないメリットだと思います。で、これは 440C のバージョンで、何でしたっけ、ハイスピードスチールではない、まあ、いわば廉価版みたいな感じなんですけれど、海に持って行って大丈夫か、440C でっていうのは、はっきりとは分かりませんが、まあ、ステンレスなので、そして 440C なので、相当錆びづらい部類に入ることは確かです。もう、まあ、果物を切った後、適当に水ぶっかけて、きちんと洗い落としてワイプするでもなく、そのままシースにぶち込んで、こうやってコトンってやっておいてしまっても、別に平然としてますし、この子。その意味で、この、SK85 のこの子だと、そんなことをしたら一発でアウトになるので、そういう意味で気兼ねない、そしてハンドルを含めて、あるいはシースの格納状況も含めて、もうそういうことを気にかける必要がないというのは素晴らしいことだと思います。先ほどの、カホナンさんでしたっけ、のナイフがインテグラルでだったというのに対して、こちらの方は、アームハイドみたいな、ものでして、これを具体的に何と言えばいいのか分かりませんが、射出性のプラスチックなのかな、まあ、ちょっと、ザラザラするような感じの、まあ、適当に、指の指紋のところに摩擦係数的に引っかかってくれる、でも溝が深いからというより、粒子がちょっと細かい、適度に細かい感じでグリップしてくれる、それはこの大きさを取り回すには十分だみたいな感じで、水に濡れまくっても、絶対というほどではないけど、多少はグリップしてくれるみたいな、このまあ適度な感じみたいなのがとてもいい感じです。で、アホみたいに軽いと。で、全域がこのように、おいしょっと、いわば鋼材露出していないので、ここに水ぶっかけたって何ともないし、それらは別に泥がついたとしても洗い流せばいいというわけで、別に何ともないということになります。十分すぎるくらい、まあ、頑丈ですし、このサイズのもので、まあ、タングの長さがたとえこのくらいまでしかなかったとしても、十分な強度は持っているので、これでいい。加えて軽いということで、
まあ、非常に僕にとっては、使いやすいです。サイズが、まあ、これもブレード長が、まあ、長い、十分に長いと思える部類ではない。僕、大体3.5インチ欲しいタイプなんですけれど、ブレードの長さがこれで80ミリです。で、まあ、ブレードの長さが1ミリくらいだから、中指を、このストッパーのところにかけた状態で、ショートグリップして人差し指を持っていくと、このポイントのあたりがここに当たると。まあ、このくらいでショートすれば、まあ、カッターナイフ的にも使えるし、まあ、なんだったっけ、宅急便届いた時の、梱包なんてのはこれでもって、こんな角度かな。どうも見えやすいやり方ってわかりませんけど、こんな風にしてスッてやれば、まあ、切れていくので、ピッピーっていう感じで、牛乳パックピーとか、まあ、いうこともできて、まあ、非常に、まあ、このくらいで十分だったということになります。僕、以前に、ミニマグナムだったかみたいなものをナイフショーの時に中古で5000で売ってて、それ買ってたんですけれど、研ぎが下手くそで、このペナペナするものが研ぎづらかったということと、意外と薄すぎたっていう感じ、あと長すぎたっていう、当時長く感じたみたいなところで使い道が分からず、何考えてるのか捨ててしまったんですけれど、今これ持ってみて、僕はこのサイズで十分だったし、今ミニマグナム持ってもだとしても、この方が使いやすい、こっちにするだろうというような印象はあります。ミニマグナムについては、あのハンドルの形状、この形状が素晴らしくて、なおかつここがこうすぼん、両側からすぼんでスッと手に入る感じがとても良くて、うわ素晴らしい、こういうことだったのかと当時思っていましたが、結論としてちっちゃいこっちの方が日頃ではずっと使いやすいし、少し大きくなったとしても、この刃の薄さからして、この長くなったサイズ分について用途に制限が出てしまう感じがするので、まあ僕にとってはこのくらいが良かったなと思います。あと、むちゃくちゃ薄すぎる、2ミリあるかも疑わしいこのブレードの薄さについては、個人的には薄さの方がメリットとして出てくるケースの方が多い感じがあって、まあ、バケットとかみたいなものを吸って切ったりみたいな時に、この薄さが包丁並みにものを言ってくる。本当に、普通ナイフで食材切ったことある方、お分かりだと思いますけれど、まあ、3ミリのこういうものを使ったとしても、まあ、一度ぶっ壊してこれをリグラインドの修理に出して、むちゃくちゃ薄いバージョンが出てきたという場合を除いて、まあ、食材はだいたいバコッて切り開かれてみたいな感じ、切り開かれていくみたいな感じはなくて、切れる良いナイフでも若干そういう感触がつきまとうのは間違いないと思うんですけれど、ここまで薄いと本当にスライサー目線スーって入っていく。考えようによっては、レストランとかのステーキナイフよりこれ薄いんです。それなので本当にスーって刃が入ってくれます。なので日頃、トマト持ってきたとか、キュウリ持ってきたとか、まあ、パンをちょっと切り開いて中に物をポンポンとかいう用途においてはこれ最高です。例えば、他にも、チーズみたいなのをペッ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 みたいな風に切って、そのパンに乗っけたりみたいないたずらもすごいしやすいので、まあ、食材相手の、料理用というよりテーブルウェアとしてのこういう用途としては本当にこれ素晴らしいと思います。あと、まあ、日頃のそういうもの以外でも、意外とこの子はタフなので、ブレード的にも熱処理的に結構いい感じになっていて、まあ、この薄さに対し、比較して言うと、相当ぶっ壊れづらい部類に入ると思います。以前どんな用途で使ったかは忘れましたけれど、これで大丈夫かみたいなことを、木材じゃなかったと思うけど、何かについてやって、ごっつい段ボールだったかな、分厚い頑丈めの段ボールを粗大ゴミつうか、日頃のゴミ処理に出すためにバラバラにしていた時に、分厚め頑丈すぎるものだと、こうやって刃を食い込ませていっても、中で強い分厚い段ボールに挟まれて、さらに進行方向にハンドルで進行させようとする方向に対して、段ボールの方が抵抗して、この刃の方がたわみ生じて刃が傷んじゃうとかいうことが、まあ、いくらでもあり得て、そんな風になりそうな気配があったので、まあ、ちょっと戻してすってやり直すみたいなことをした、その
段ボールを裁断したんですけど、そういうことをやっても刃の方に、あるいはブレード自体が変形するようなことがそれほど起きなかった。他にも何かあったけれど、まあこれでやっちまうのか、まあやっちまい、今ちょっとこれでみたいな感じでやっても意外と持ってくれたということで、使い方をに慣れていて、まあその使い方を極端に間違えず、場合によっては即それよりもまだしもこいつの方がはるかにタフですからみたいなものをいつでも出せる状態にしておいたみたいな意味合いで言えば、これはそういう意味で、そんなことをちょっとしちゃったために一発でダメになるみたいなことがない点で非常に有利なものだと思います。例えばこれがビクトリノックスのパーリングナイフだったら、段ボール切れずに一発でたわんでダメになると思うので、それに近い分厚さに見える 相対的にものでもって、段ボールもスパスパ切れるし、その他の、ああ、これ、確か笹までぶっつんぶっつん切ったんですよね。笹切って刃がやられなかった。極端にズタボロになってガタガタになるほどやられなかった。研ぎ直せば OK だったというような意味含めて、サイズと、この大きさと重量に対しては、結構タフな仕事が比較的できるということです。まあ、というわけで、まあ、どんな話してたかも忘れましたけれど、まあ、できることがかなり多いし、意外とぶっ壊れないし、手入れが別にそんなにやらなくてもいいし、そういう意味で気遣いすることもなく、実際に錆が浮いたりどっかがバラバラになることもなく、使ってられて軽くて、そこらの、ポーチみたいなものに日頃、おいしょ、この、スプーンフォークと一緒に投げ込んでいて、必要な時に出して使って、使い終わったら終わりっていうことが、 20g プラスシースのアルファで終わると、これだと 110g だということからして、まあこれはとっても今便利なもので、まあ改めて軽くてちっちゃいものになっていくっていうのはこんなことかなみたいなことを、まあ考えたりしているところです。あとシースについてなんですけど、やっぱりこれは僕とてもいいシースだったと思います。本体重量今測りませんけれども、アホみたいに軽いですし、そして、まあもともとちっちゃいから、で、まあレザーといっても、内側にも、通常のレザーシースだと、この内側みたいなところに、レザーの表、表皮側と内側みたいなところがあって、表皮側はともかく内側の方が結構毛羽立っていて水が入りやすい、それでもって傷んでしまいやすいということあるんですが、この場合は、まあ元々がちっちゃいということもありますが、その内側の、まあスロットインする内側の、そういうレザーの毛羽立ちみたいなのはそんなに大きくない。これ内側から何らかの蜜ろうその他の加工しているような印象はあまりないのですけれど、そういう染み込み方をしてしまって、例えば水滴入った状態で入れちゃって、水が染み込んで膨らんでしまってというようなことを心配するような印象はこれ見ていてありません。現にこの、ベルトループ側のこの、まあ、こうやって今光が入って見えるところのところに、まあレザーの毛羽立ちみたいなのを直に見えているっていうことがなく、ここ何かしら塗り込んで、ここをちょっと固くソリッドにしているみたいなところがあるので、蜜ろうをかけてるんじゃないかみたいな印象があって、まあそういうところから言って、まあ水へのダメージっていうのは今のところ、家の中で使っている分には全く問題がないし、まあよほど川とか果てなやばいところに直持っていくのではなければ、まあこれで十分というような状態です。でもってホールド感なんですけれど、こうやって、まあパコッと入れる時もそんなに抵抗があってバコって入るような雰囲気ではありません。このままスーって入れるとストンって、コトンっていう落とし込みっていう感じというよりも、はい、ここまでねっていう感じ、ただキュッっていう感じ、ただ止まるだけっていう雰囲気があります。でも意外と落ちないというか、落ちたな。あららら、ちょっと緩んできちゃったかな。でも、まあ、日頃、歩いていてこんなアクションをすることがないので、そして僕は普段これ使うときはおそらくポケットにぶち込むかカバンに入れておくと思うので、まあ、このくらいでもいいやと。そして抵抗がここに入れるたんびに、そしてガチャンってするたんびに、あと抜こうとするたんびに、この初期引っ張りトルクみたいなものが
急激に必要になるようなことがなくて、抜くことができて、しまうことができて、そしてある程度ホールドできる、してくれるっていう感覚みたいなのは、僕にとっては今のところ使いやすいです。これ別に、バックパックの、ちっちゃいトップリットみたいなポケットに投げ込んでおいても、中でバラッと溶けるっていうことはそんなにないと思うので、まあそういう意味においても、まあこのシーツは、軽いし、ちっちゃいし、コンパクトだということも含めて、まあ気に入っているという感じになっています。まあというわけで、なんだかんだあって、まあちっちゃいナイフみたいなのもいいものだなみたいな、そしてそちらにやっぱ楽なので修練していくところもあるんだなと。で、こういう、なんでした、まあものとかいう小型なみたいなものも、徐々にちっちゃくなっていって、そして 80g で十分だろうっていうところよりも、さらにちっちゃくなって、それでもっと便利になるみたいな領域があって、まあそうなってくると 100g もある、こういうフォルダみたいなものを日頃持ち歩けないとしても、 EDC として、いつもポケットの、ベルト、なんだったっけ、ポケットにクリップ付きで入れていく 110g を、そんな意味あるのかみたいな、ところになってきて、まあこういう軽いものも面白くなってきたな、そういうもので、まあ面白いソリッドなもの、まあ出てきてくれたらな、できたらこれみたいなものを、まあ現代の鋼材で再販してくれたらむっちゃくちゃ嬉しいなというところで まあ取り留めもなかったですけれど、ガーバのピクシーの、まあその後ということでした。では以上になります。